言葉っていうのはたくさんもらいました。あ、特にまだ今はそんなにまだ行ってもないんで実感っていうのはあんまりわからないですけど、だから試合が終わって代表の方に合流するっていうのをすごい楽しみっていう感じは増してきています。そうそう、本当にチームとしての試合は、やっぱり優先っていうか、自分の中でもしっかりやってしっかり勝って、行きたいっていう思いが強いので、代表のことっていうより明日の試合のことをしっかり考えてやりたいなというふうに思います。特に攻撃でもサイドからの、攻撃での失点というのが仙台は、多いということだったので、やっぱり自分たちからしっかりサイドで崩して、いいボールを上げれたらなというところはあります。まだまだやっぱり締まったゲームっていうのができてない試合っていうのが何試合かあったと思いますし、失点っていうのが本当にルヴァンの試合でしかなかったと思うんで、ここまではそんなにめちゃめちゃいいっていうわけではないと思うんですけど、ここからしっかり締めて、守備も失点もゼロでいきたいなっていうふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。